いませ。どなたにお渡しするか決めましたか？おや、誰かと思えばマスターか。かような場所まで何の用だ？ここがいかなる場所か知らずに踏み入ったのか。ここはそう、北欧、我が世界。あれに似せて作らせた箱庭、私のためにと割り当てられたシミュレーターの領域だ。目に見ているもののうち、実際に足を踏み入れられるのはこの城のみ。まあよかろう。望むならば大橋を渡れ。私はお前の入城を許すよ。来たか、マスター。わざわざシミュレーター謎に足を運ぶなどと、随分と暇なのだな。お前は何かを期待しているのか？そうとも、私はお見通しなのだ。人が何を考えているかなど、たやすく理解できる。冗談だ。もう一人の私から聞いているぞ。聖バレンティヌスなる者にゆかりあるとかいう、異教の祝祭の日なのだな。ここまで来たということは、なんぞ期待しているな、マスター。よい、許す。ならば私はお前にこれをくれてやるとしよう。うむ、氷菓子だ。味わって食べるがよいぞ。何、我が魔力をもって一息に作り出してみたものだが、すでに味見は済ませているゆえ、案ずることはない。ありがたく味わえ。すまぬな、これ以上の言葉を私は持たぬ。スカサハスカディは持てる限りの愛のすべてをあそこへ置いてきた。バレンティヌスの祝祭が愛をことほぐものならば、私はきっと何もかもを忘れて楽しむことはできまいよ。言葉のみで愛を語ることはできようが、それはあまりに空虚に過ぎような。ゆえに、すまぬ、許せ。これなる氷菓子には思いを込めたが、いや、無粋だな。改めて、すまぬ。とくと味わえ。もう一人の私と共に研鑽を重ねた我が氷菓子。頬が落ちても知らぬからな。